ドイ HH、AH、1909年9月17日1933年9月9日は戦前日本のエスペランティスト。詩人、ドイバンスイの長男。第二高等学校在学中からエスペラント運動に取り組み、特にドイツの小学校長、ヨハネス・シュレーダーと進行した。東北帝国大学入学後、ハンセン病患者救済のため寄付金付け切っての、 導入を働きかけたが、在学中に病没した。モナタラポートエルジャパノジョ、創刊号1909年9月17日、土井万水と土井愛の長男として生まれた。片平邸小学校に通ったが、教師に飛び級を勧められ、5年次終了後に、宮城県立仙台第一中学校に入学した。1年生の夏記休暇には、原釜海水浴場で、カツオ漁船まで泳いだり、 座王に登山するなど健康だったが、4年生の秋に発火演習で無理をしてから体調を崩した。第2高等学校理科高類に主席で合格するも、初年度は休学し、1年間、星の温泉で療養した。復学後、例外として自宅通学を認められ、七番水に英語、第2外国語としてドイツ語を学んだ。1922年、 アルベルト・アインシュタインが仙台を訪れた際、バンスイが A1 について熱心に話したため、人の船の中から A1 宛てのメッセージを寄せられている。中学時代からエスペラントを独学し、1927年に公をエスペラント会を再興し、1928年4月、モナタ・トラポート・エル・ジャパン城を発刊、同じ頃日本エスペラント学会に入会した。 1929年分転して、東北帝国大学文学部に入学し、ドイツ文学、インド哲学を専攻し、サンスクリットを学び始めたが、8月31日病気のため休学した。1932年秋には一時回復して、大学に復帰したが、冬病床に戻り、1933年9月9日午後3時、仙台市本原町で、 腎臓結核により死去した。ある要所で、日本について記した箇所に、未婚女性が丸曲げを言い、廊下に小曲げたが置かれ、坊主頭の医者が、薬老箱を持っている、時代錯誤な挿絵がついていたため、出版社に訂正を求める手紙を送ったのを契機に、日本の最新情報の発信に取り組むようになった。自由学園創立者、萩本子が、欧州旅行をする際、 イラストライルテ・サイトングに日本園児の女子教育を投稿したが、掲載は1933年1月号となり、旅行には間に合わなかった。第一次上海事変においてはドイツ等の雑誌で日本用語の論人を張った。外国人との文通には当初英語を用いていたが、ルドビコ・ザメンホフの精神に共鳴し、中学時代からエスペラントを独学した。 ドイツ・マール・バッハの小学校長、ヨハネス・シュレーダーと、特に親しくなり、日本についての講演を監修したり、その生徒と文通した。休学中、神経衰弱になった時、姉、テルコの提案で三越で恋のぼりを購入し、単語の節ックに、シュレーダーの小学校へ送ったところ喜ばれ、翌年以降別の学校にも送るようになった。死後、 1934年3月17日2ら、吉則伯爵を会長とする国際友好恋ぼりの会は組織され、欧米の小学校へ恋ぼり送付が続けられた。二代目会長は黒川俊夫。内ヶ崎に託した外国の事前切手資料、ダグラス DC-2 をかたどった愛国切手ヨーロッパの文通相手からの手紙を通じて寄付金付け切手の存在を知り、 日本 MTL の旧来運動等に触発され、1930年10月9日、東京日日新聞市場で、ハンセン病、結核患者のための事前切手の発行を呼びかけた。1932年代にし内ヶ崎作三郎に、ヨーロッパ各国の事例を報告して働きかけると、1933年衆議院本会議で、事前郵便切手発行に関する権議案が、 可決されたが、低心症の態度は、消極的で、生前に実現することはなかった。活動は、長島愛生園初期宮川寮にも知られ、元園長、林文雄により、愛国切手と名付けられた。内ヶ崎は次局に合わせて、同じく低心症管轄の民間航空事業女性に、切手の目的を切り替え、1935年3月、 愛国郵便切手発行に関する権議案が本会議を通過し1937年6月1日から発行された。本来の事前目的の寄付金付け切手は1947年11月25日社会事業共同募金切手の発行により実現した。国際子ども図書館前の小泉役も先生記念碑骨は仙台市新寺工事大臨時に葬られ、 同時には父万水が読んだ、ゆける子は今天井と知りながら、檻に触れては中皿目やも、の火火が立つ。1932年1月8日頃、星野温泉別荘の机から1931年6月22日同級生、小野田薫宛の遺言状が見つかった。遺書には、エスペラント文の墓姫を添えて、ドイツへの文骨が希望されており、仙台エスペラント会。 島のキ機コ等の協力により、1935年10月19日、マールバッハで埋葬式が行われた。1952年シュレーダーが死去して、A1 の墓の隣に埋葬され、現在も日独のエスペラント関係者により守られている。また遺書では欧米 A の日本紹介に貢献したラフカディオハーンの記念碑建設が希望されていたため、小倉一郎彫刻。 塩谷厚志専文、市川三期記号により、小泉役も先生記念碑が作られ、1935年7月1日、上野公園帝国図書館前提に除幕された。A1 の残した資料を見る万水とやえ。ありがとうございます。